こんにちは、坂東と申します。バン TV 琵琶湖コラム、今回の動画で5回目の動画となります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回のタイトルにはですね、琵琶湖のリリキンについてというねタイトルをズバリつけさせていただきました。リリキンってね、何かっていうのをですね、まず説明させていただきます。リリキンというのはリリース禁止という意味でですね、滋賀県琵琶湖ではリリース、つまり外来魚、特定のね、3種類の外来魚なんですけれども、この外来魚については再放流、つまりリリースですね、が、禁止されております。条例で禁止されております。で、これにまつわる話をね、今日させていただこうというふうに思います。まずですね、そもそもなんでリリース禁止なのかというところをね、お伝えしようと思います。まずですね、琵琶湖っていうのはですね、1980年代ぐらいからなんですけれども、外来魚の歴史をね、もうずっとね、それ以降背負ってきたという歴史がねあるわけなんですね。で、それ以降、つまり1980年代以降、この外来魚の駆除をですね、やるということがですね、県民にはですね、もう定着している、そういうね、事実があります。で、これについては積極的にね取り込むというようなねスタンスがね、もう滋賀県にはあるわけですね。滋賀県、それから県民にもあると思います。つまりどういうことかっていうと、積極的ということはですね、予算を投入して、対応するというね姿勢ということです。で、そもそもね、バス釣りってのはどういうことかっていうと、この駆除対象の魚を手元にね一旦こう置くということであるわけですね。で、再放流っていうのはどういうことかっていうと、その一旦手元にこう釣り人が手に取った魚をわざわざもう一回ね、こう琵琶湖に戻すという行為なわけですね。これ、ね、県民の予算でこう積極姿勢があるにもかかわらず、こうわざわざ戻すということなんですね。ということはですね、せめて釣った魚はブラックバスについてはですね、まあ逃がさんといてほしいというのがですね、滋賀県民のね常識なわけですね。これね、そんなん常識ちゃうわいと。ところがですね、これね、県庁の方ではね、もうこれ逃がさないでおいてほしいという願いが県民にあるというのが常識であると、もう位置づけています。で、もう一度ね、このブラックバスを釣り上げてこう逃がしたいという思いにはですね、釣り人の思いにはですね、どういう側面があるのかというのをですね、これね、滋賀県庁がね分析しております。ちょっとね、それを紹介させていただきますね。そもそもバス釣りにおいてリリースっていうのは、もうそれが当然やというふうにね、これは文化であるというふうにね、こう位置づけているというところがね、そもそもね、アメリカ発の文化としてねあるようなんですね。まあ、だから日本でもそのバス釣ったらリリースというのは当然のことであって、これはもうバス釣りする人の自由だというのがですね、バス釣りするリリースする方のね、まあ、こう意見なわけですね。ところがですよ、これね、どういう心理的側面があるというかと言いますね、そもそもバス釣りしてる段階でね、こう魚をね、こう針で口引っ掛けてね、口とか胴体引っ掛けてこう釣るわけじゃないですか。で、魚に対して、ああすんまへんなっていうね思いがね芽生えるんですって。まあ実際ね、僕は芽生えないですけれども、バス釣り愛好家の多くの方はね、そういう心がね芽生えるらしいんですね。で、そこでそのせめてもの償い、こう免罪と言いますかですね、そういう思いをバスに込めてね、リリースされるんですよ。すんまへん、どうしたということらしいんですね。なんとご都合のいい考え方なんだろうなと僕は思いますね。まあ、とはいえですね、滋賀県ではもうリリース禁止というのが条例にまでなってね決まったわけなんです。
ところが実際にはね、その条例がほとんど守られていないというのがね、監視員をやっててその実感があるわけですね。ほんな滋賀県でね、離離禁条例作らはったら、バス釣りする人が結局減ってしまって、外来魚増えてしまうんですよと。まあ、つまり、端的に言うと、離離禁条例作ったら逆に外来魚増えますぜと。いうようなね、ちょっと脅しにも取れるようなね、理論がね、まああるらしいんですけどもね。これね、大きな落とし穴があるんですよ。これね、ちょっと頭のいい人だったら、数学的に見て矛盾してるっていうのがね、これ証明されてるんですよ。どういうことかね、説明いたします。まあ、せっかくね、アメリカの方で、こう、リリースした魚が2割死ぬっていうデータがあるんでね、まあそれをね、拝借しますよ。で、仮にですね、それと同じだけの割合でバス釣りの人がね、減ったとしましょう。つまり、100人琵琶湖に訪れていた人がですね、まあ月間ね、例えば、80人減ったと。バス釣りの琵琶湖にね、訪れる人が8割になったと、2割減になったとね、しましょう。ということはですね、このバス釣りの人が必ずね、離離禁条例を守れば、リリースして駆除されているということと同等の結果になるんですよ。まあ実際にはですね、このバス釣りの人をね、数を減らさないっていうことが、駆除のね、有効なね、手段になってくるんですけれども、そこでね、監視員の出番ですよ。監視員がいることで、リリース禁止のね、遵守、これをね、守っていただくことがね、できると。この条例を守っていただく率をですね、上昇することはですね、十分可能なことだというふうに言えるんですよ。あとはですね、離離禁条例に反対される方のね、言い分としてはね、こういうものもあるんですよ。もうね、原理主義だ、排他主義だというふうにね、こう言われる方がいるんですね。外来を全部排除する、これはもう原理主義、排他主義だってね。こんなん、到底認めるわけにいかないっていうふうにね、言う人がいるんですけども、これもね、大きな誤解があるんですよ。外来だから駆除するっていうわけじゃないんですよ。外来だからって言って、影響の少ないね、州もね、いるんですよ。だから、外来の中で影響の大きい種がですね、駆除対象になるということなんですね。あとはですね、もうバスはね、減ってきていると。もうギルの方がね、ブルーギルですよ。ブルーギルの方がもっともっと駆除するべきやというね、ちょっと話をね、そらすようなね、意見がね、まあやっぱ多いわけですね。ところがですね、これね、魚類学的に見てね、これもね、根拠が薄いんですよ。ブラックバスはね、魚食性なんですね。つまり、漁師さんへの影響がね、やっぱりね、大きいんですね。アユとかね、そういう魚を食べおるんですよ。ところがですね、ブルーギルはですね、アユを食べないんですね。どっちかって、エビとかね、食べおりますし、あとね、ブルーギルね、雑食性なんですよ。まあだから、これはデータになってるらしいんですけども、ブルーギルが魚、エビをね、捕食する率は 20% らしいんですよ。だから8割は魚食性以外ということになるわけですね。この違いがあるんですね。まあだから、ブラックバスの数はね、確かにね、ブルーギルの比ではないぐらいね、数的には少ないですよ。ですけれども、まあ結局、同等の影響がね、琵琶湖にね、ありますね。あとね、もっとね、こう、話をね、論点をすり替える方がいるんですよね。在来魚が減ったのは、外来魚のせいだけではないと。護岸工事とか、この琵琶湖のね、水質の変化が主な原因だと。いうふうにね、主張される方もね、多いです。確かにね、水質、それから護岸でね、琵琶湖を固めてしまっている現状はね、大きな課題です。ですけれどもね、外来魚の捕食によるね、この在来魚の影響はね、本当にね、無視できないんですよ。それくらいね、深刻な問題です。はい、というわけでですね、滋賀県に来られて、で、琵琶湖でね、釣りをしたら、もう釣れる魚ね、ほとんどギルかバスです。なので、ぶっちゃけね、もう本当これはね、滋賀県民からの本当ね、切なるお願いです。一
匹でも多くのブラックバスブルーギルを釣り上げてください。お願いいたします。そして釣り上げられたら持って帰るか回収ボックスに入れるようにお願いいたします。はい、本日の動画は以上です。ではまた、バイバイ。